ブルブル人の駒澤です。本日もオンラインストアに掲載される商品をご紹介いたします。お問い合わせとご購入はブルブル人のウェブストアにお願いいたします。これから紹介する商品は9月20日夜の21時に掲載する商品です。詳しくは概要欄の方に書いておきますのでご確認ください。ではまず T シャツ、イエールの T シャツからご紹介いたします。タグ XL ですね。サイズ XL 90% コットンで 10% レイヨンです。もちろんアメリカ製のチャンピオンボディではないですが、大人気の、カレッジかと思います。イエールラバープリントで2段、霜降りグレーと相まって、もう定番のアメカジアイテムですが、もう王道いく感じですね。イエールでサイズも XL でもう全然チミも出てないですね。ダボッと僕が着用できる、いいサイズ感です。お値段が15,800円と消費税です。続いてチャンピオンの T シャツをご紹介いたします。70年代のバータグ、サイズラージで 100% コットンですね。タグ触った感じ、もう水通ってないですね。まだタグにノリもついてます。で胸元、ラバープリントが入ってますね。でそれ以外は、完全に無地です。裏面もですね。でバータグの、ラージ表記、まだ水通ってなくて染みが出てないので僕だとゆったり着用できます。洗濯して乾燥機入れていただくと、着丈キュッと詰まると思うので、さらにボックスのいいシルエットになるかと思います。お値段9,800円と消費税です。続いてフットボール T シャツですね。チャンピオンの、90年代サイズがミディアムですね。でフロント、無地の青ボディですね。で袖ラインで切り返しになってて、ラバープリントナンバリングで、こちら囲みのみのプリントですね。75番入ります。で後ろも、完全に無地です。コンディション使用感ありますが、目立つような、ダメージっていうのはないかと思います。サイズミディアムで自分がダボッとゆったり着用できるサイズ感です。後ろの方ですね、全体的にペンキ飛びのようなものがちらほらあるようなコンディションです。このプリントなし珍しいかと思います。お値段が9,800円と消費税です。続いても、チャンピオンで、こちら70年代の XL 100% コットンですね。でフロントフロリラ82番入ってます。いい地名ですね。後ろにも82番の、ナンバリングです。袖にはプリントが入らないデザインですね。両面にプリント入っていて、袖は無地、着やすいかなと思います。自分だとダボっとなるようなサイズ感ですね。 XL サイズ大きめです。お値段が12,800円と消費税です。続いてオールドのチャンピオンランナーズタグですね。こちら C マークの中発注の60年代です。サイズ表記はラージ、ネイビーボディで、ラバープリントが2段、フットボール T シャツですが、こちらコンディションかなり綺麗ですね。袖にも、入ります。でバックにも70番のプリントが入ります。60年代、多少のチーミーは出てるかと思います。自分だと気持ちゆったりするくらいのサイズ感です。お値段が12,800円と消費税です。続いてネルシャツご紹介いたします。ビッグマック単色タグ、サイズ表記はラージですね。ラージトールです。70年代のものですね。でネイビーベースで水色、赤、青、このチェックの入り方も綺麗かなと思います。で白も入りますね。色使いも綺麗で、結構このチェックが細かく入ってるヘビネルいいかなと思います。で生地感パイルネルっぽい感じですね。サイズ表記ラージで、自分だとダボッと着用できるサイズ感です。お値段が7,800円と消費税です。続いてもヘビネル、こちらファイブブラザーですね。こちらも70年代のものだと思います。サイズ表記16、緑ベースで黒と白と、からし色ですね。これもいい色使われてるかなと思います。後ろも無地ですね。でボタンは、黒いボタンが使われています。年代がかなり古いというわけではないんですけれども、この辺逆にマチがつかない分、着丈長すぎず、綺麗な配色をいいシルエットで着用できるかなと思います。お値段がこちらも7,800円と消費税です。続いてワークシャツですね。ラングラーのブルーベルです。でサイズ表記が17のショート、いいですね。ショート丈いいと思います。
で、グレーボディで、こちらデッドストックですね。水が通ってないコンディションになっております。で、マチはつかないタイプで、襟と前立てはシングルで縫われております。はい。裏面もコンディションは言うことないですね。シンプルながらも着やすいデザインかなと思います。黒のパンツとかとも相性良さそうですね。かっこいいシャツかと思います。お値段が7800円と消費税です。続きましてリバースイーブご紹介いたします。まずはじめトリコケアタグ付きのサイズ表記 XL です。ネイビーボディでいい具合のひび割れプリントです。だいぶいい雰囲気に仕上がってるかなと思います。でネイビーボディっていうところもいいですね。サンフェードしてる具合もこの雰囲気かなり相性いいかなと思います。で袖口、リブは多少伸びてますが、ポツポツあるくらいでそこまでかなりパンクしているような個体ではないですね。まだまだ着用していただけるコンディションです。でサイズも XL で、この辺大きく着て、かなりかっこいいかなと思うので、チーミー出てないですね。僕かなりダボっとなっちゃうサイズ感です。お値段が 15,800 円と消費税です。で続きましてもうリバーシーブ、こちらも80年代キアタグの XL です。でもう裏地触った感じ、全然使用感少ないですね。コンディションはもうかなり抜群にいいかなと思います。で同じくネイビーボディでラバープリント1段、このコンディションですとプリントのひび割れももうほとんどないですね。長く着ていけるリバースイーブかなと思います。で質感もトリコの柔らかい感じで、触ってて心地いいですね。サイズ同じく XL、こちら伸びてないので自分がダボっとまだ着用できるサイズ感かと思います。お値段が 12,800円と消費税です。続いてリバースイーブのパーカーですね。80年代 XL です。でグレーボディで、ラバープリント、このプリントの感じもいいですね。黒の囲みで内側が白のプリントになっております。ちょっと雑めなプリントが、いい感じでかっこいいですね。で後ろ、無地になっております。コンディションも比較的良好ですね。でこの、袖の目なんですけれども、C マークのこの真ん中の部分ですね、赤がちょっとピンクの接地で縫われていて、これも珍しいかなと思います。サイズもダボっとしてていいサイズ感ですね。バックプリント、入らずこれも着やすいデザインです。いいリバースイブかと思います。お値段が 19,800円と消費税です。続いてもリバース、90年代のサイズが XL ですね。アメリカ製のものです。でラバープリント1段ですが文字も大きめで、いいバランスかと思います。で後ろは無地で、コンディションなんですけれども、フードの付け根の部分ですね、この入り口、ここ結構ポツポツダメージきてます。このここのダメージ、かっこいいかなと思います。これもいいサイズ感ですね。僕はダボっと着用できるサイズ感です。お値段が同じく 19,800円と消費税です。で続きまして、80年代のミディアム表記ですね。ダートマスグリーンカラーで、こちら、でかいハトメが採用されていてフードも小さめです。で作りが全体的にタイトめでシルエットは、リバースイブの単色タグに近いものなのかなと思います。80年代の初頭の方なんですかね。この裾のリブの部分は割れているんですけれども、単色タグに近い年代かと思います。でこのプリントのバランスもいいですし紐も残っている良好なコンディションです。ちょっとタイトめの作りなのでミディアム表記ですが僕がジャストサイズくらいになるかと思います。普段 S サイズを着用する方や女性の方におすすめのサイズ感です。プリントのバランスも女性におすすめです。お値段が 19,800円と消費税です。続いて、レギュラーのスウェットです。こちらサイズが XL ですね。アメリカ製のものでいいですね。ミリタリー US ネイビーのプリントが入っていてこちらいいのが、袖にもプリントが入りますね。袖プリ嬉しいポイントかと思います。でグレーもリバースはまた違うグレーでバックプリントは無地です。このリブが短い仕様になっていてリバースウェブよりも形、着やすい形なんじゃないかと思います。 XL で身幅もしっかりあってダボっと着用できるサイズ感です。ミリタリーお好きな方いいと思います。お値段が7800円と消費税です。
で続きまして、ヴィンテージスウェットをご紹介いたします。こちらタグも残ってますね。スプルースのサイズが XL です。で 100% コットンで、白のラグランに染み込みでプリントが入ります。でサイズもまだまだチームも出てなくて、かなり大きめですね。で後ろの方、ちょっとこの辺ですね、うっすら染みありますが、年代とも、合わせて考えるともう全然気にならない程度かなと思います。サイズも XL で、僕がダボッと着用できるサイズ感は全然問題なさそうですね。身幅もしっかりあります。お値段が 12,800円と消費税です。続きましてこちらですね、タグは欠損してしまっておりますが、セットインスリーブで、染み込みでプリント入ります。いい色使いですね。でこちら後ろは無地になっております。ちょっと、サイズ感チーミー出てますね。実寸でミディアムくらいかなと思います。僕がジャストサイズくらいで着用できるサイズ感ですね。いい色使いのヴィンテージスウェット、雰囲気出てていいと思います。お値段が 12,800円と消費税です。続いて、70年代頃の、ものですね。バータグ XL で、こちら 84% コットンの 10% アクリル 6% レイヨンの配合になっております。でグレー、ラグランスリーブで、ハーバード染み込みでプリントが入ります。これも形がリバースリーブだったらとんでもない値段になってたかと思います。後ろは無地で、こちらもコンディション良好ですね。サイズ XL でサイズ感も問題なく、ダボッと着用できるサイズ感です。お値段が9,800円と消費税です。続いてレトロ X のベストです。サイズ表記が XL ですね。でカーキと、黒のカラーリングになっております。で年代はそこまで古くないですが、フリースの状態も、まだまだふかふかしてていいかなと思います。サイズ表記 XL で、自分にはちょっとダボっとしてて大きいですが、こちらもサイズ感合う方には、落ち着いてて着やすい色味かと思います。お値段が 15,800円と消費税です。続いてシンチラのグリセードですね。タグがこちらです。サイズ表記がラージですね。で緑の色味と、裏の部分ですねがブルーになっております。でパイピングがパープルですね。で後ろ、フリースの状態はこんな感じです。こちらもまだまだふかふかしてて着やすいかと思います。でサイズ表記ラージで、自分がダボッと着用できる、これもいいサイズ感かと思います。新茶のグリセードですね。お値段が 19,800円と消費税です。続きましてパタゴニアのレトロパイルです。サイズ表記がラージ、こちらはレジスターマーク付きのものですね。でパイルの、コンディションなんですけれども、肘の部分がちょっと潰れちゃっているかなというようなコンディションです。で、若干このジップのフロントの部分ですねがよれてしまっているコンディションになっております。ですが、まだまだ着用できるコンディションではあると思います。サイズ表記が、ラージで、昔は小さいサイズが人気だったと思うんですが、今だとこの辺かなり需要あるサイズになってきてるかと思います。サイズラージ、自分がダボッと着用できるサイズ感です。お値段が 29,800円と消費税です。続きましてサテンのジャケットです。タグがこちらですね。50年代頃のものかと思います。黒ボディで、ワッペン、オレンジ色のワッペンにこのボタンやリブ、オレンジのラインで入っております。色シンプルながらも、かなりおしゃれな配色かなと思います。でバックにも大きめにワッペンが入っていいですね。でかなりヴィンテージの古い個体ではあるんですが、コンディションも、比較的良好で、サテンの破れ等も特になく、まだまだ着用できるコンディションかと思います。自分がぴったりのサイズ感ですね。お値段が 19,800円と消費税です。続きましてスタジャンです。タグがこちらですね。でサイズ表記がラージです。はい、で赤で袖がレザー張りになっていて、ベージュのレザーですね。でリブ、高いリブになっていて、じゃあリブラインが白とオレンジで入ります。でこの全体的に豪華に貼られたワッペン、
かなりいいんじゃないですかね。若い方とか、この辺のスタジアムかなり需要あるかなと思います。後ろにも大きく入ってますね。でサイズ感もかなり大きめです。かなり古いというわけではないので、サイズ感も残ってますね。自分がダボっと なるようなサイズ感です。お値段が、25,800円と消費税です。続きましてラルフローレンのテーラードジャケットです。いいですね。こちらイタリア製のものになっております。で白で、折りが入っております。でコンディションなんですけども、全体的に綺麗なんですけれども、こちらフロントの部分と袖口、多少のシミ汚れがあるようなコンディションですね。その他は問題ないかと思います。ダメージ等も特にないですね。でこの色味と、この折りかなりおしゃれかと思います。自分だとダボっとなってしまうようなサイズ感ではあるんですが、背の高い男性とかが、結構おしゃれに着用できると思います。お値段が9800円と消費税です。続きまして、ラルフローレンのマルチカラーのダウンですね。サイズ表記がラージです。で緑と赤と青と黄色ですね、4色が採用されております。でこちらもコンディション、多少シミ汚れがポツポツ、数箇所にあるかと思います。袖口の部分にもありますね。ただこのマルチカラー、かなり人気なところかなと思います。こちらも、若い方にもおすすめできますし、ラルフロレンお好きな方にもおすすめです。自分がダボっと着用できるサイズ感です。お値段が12,800円と消費税です。続きましてリーバイスのボアジャケットです。こちらがサイズ44ですね。まだこの紙タグも残っている。かなりコンディション綺麗かと思います。でマッコンのリーバイスのボアジャケットです。サイズもいいですし、この2ポケットの形でマッコンのコンディションですね。かなり需要は多いところかと思います。サイズ表記44で、サイズも問題ないですね。自分だとダボっと、着用できるサイズ感になっております。ボアジャケットも大きいサイズ人気だと思うので、マッコンのコンディションおすすめです。29,800円と消費税です。続いてリーバイスの70505ですね。こちらケアタグ付きのサイズ表記44ですね。赤タブはスモール E ですが、インディゴしっかり使われております。で全体的に色が落ちていて、激しい縦落ちが入っていますね。袖やフロントもかなり、激しい縦落ち入ってて、ヴィンテージらしい色落ちしてるんじゃないかと思います。でパッチ表記44で、実寸で42くらいありますね。自分が、これもダボっと着用できるサイズ感になっております。需要多いサイズですね。お値段が12,800円と消費税です。で同じく70505です。こちらうっすらですがサイズ42と読めます。でこちらもスモール E の個体です。で縦落ちこちらもしっかり入ってますね。先ほどのものより、色は残っているかなと思います。いい縦落ちですね。袖口も、襟元もそこまで、ダメージも広がってなくて、まだまだ着用できると思います。こちらもサイズ実寸で40くらいあって、自分が肩落として着用できるサイズ感です。お値段が15,800円と消費税です。続きましてハッピースーツご紹介いたします。サイズがスモールレギュラーですね。スモールレギュラーです。で、コヨーテのカラーで、このフロントのところに、シミ汚れがありますが、その他、破れや、目立つような汚れ、その他には特に見当たらないですね。スモールサイズかなり人気なところかなと思います。この辺作り大きめなので、やっぱりスモール、需要多いと思います。で、なおかつ洗えるっていうのがいいですよね。で全然洗って天日干しで、保管も楽かと思います。軽くて着やすいですね。お値段が25,800円と消費税です。続きまして、P43 ですね。こちら、サイズはちょっと見にくくなってしまってはいるんですが、ヘリンボーンツイルで13ボタン、13スターボタンが使われています。で、胸元ワッペン、右側の方剥がれてしまっておりますが、袖にも、ワッペン2つついておりますね。
で使用感ありますが、こちらも、程度としてはまだまだ着用できるコンディションかなと思います。で自分が、ゆったり着用できるくらいのサイズ感で、サイズ感も問題なさそうですね。お値段が 15,800円と消費税です。続きまして M65 のフィールドジャケットです。サイズがミディアムレギュラーですね。でアルミジップのエポレットなし、初期ですね、ファーストタイプです。でコンディションは、バキバキですね。デッドストックに近いコンディションかと思います。ほぼデッドですね。後ろもコンディションは全く問題ないです。でミディアムレギュラー、こちらもほとんどの方が着用できるサイズ感ですね。自分がダボッと、いいサイズ感で着用できると思います。お値段が 19,800円と消費税です。続きまして M65 のフィッシュテールパーカーですね。サイズが、こちらスモールレギュラーですね。でこちらもコンディションも良くてライナー付き、フードは取れてしまっているんですが、ほとんどの方がフード外して着用すると思うので、フードは欠損しててもそこまで問題はないかなと思います。コンディションもかなり綺麗でスモールサイズですね。自分が、ダボッと着用できるかなと思います。こちらも背の高い男性とかでも全然着用できるサイズですね。お値段がこちら 35,800円と消費税です。続いてバンズのチェッカーフラッグのスリッポンです。サイズがこちら8ハーフですね。で90年代のインソールで、コンディションもメイドイン USA の表記まで読み取れる、バキバキのコンディションかなと思います。多少かかとの部分に、黒いシミっぽくはなっちゃっているんですが、ほとんど履いた形跡もないですね。全体的にシミ汚れはあるんですけれども、まだまだ着用できる、コンディションですね。お値段が 29,800円と消費税です。続きましてヴィンテージのトートバッグですね。白の、ダック地で、ステンシルがかすかにまだ読み取れるかと思います。で両面ですね、ステンシルが入ってます。で内側のコンディションですが、若干、黒地味全体的にはあるんですが、この辺、結構、もっと破れ等がある個体も多く出回ってると思うので、まだまだ、使えるコンディションかと思います。お値段が 12,800円と消費税です。続きまして、コーチバッグですね。こちらコーチの印字もしっかり読み取れます。でブラウンのレザー地で、後ろの部分、底の方ですね、若干スレはあるんですが、こちらもまだまだ、程度としては使えるコンディションかと思います。自分が持ってこれくらいのサイズ感ですね。サイズ感も、程よいサイズだと思います。お値段が 9,800円と消費税です。続きましてパンツ類、紹介いたします。 M43 のヘリンボンツイルのパンツですね。コンディションは、バキバキです。水通ってないかと思うんですが、1点ですね、裾の部分、ダメージが来ていたのかリペアされた形跡があります。その他はコンディション、特に言うことはなく、だいぶ綺麗かと思います。こちら、実寸なんですけれども、ウエストが28インチでレングスが33インチありますね。レングス結構長めなので、もし、サイズあれでしたら、レングスの部分、結構 4センチから5インチくらい裾上げちゃって、全然大丈夫かと思います。ニッパチニッパチくらいにすれば、僕くらいの身長の方でしたらちょうどいいサイズ感で逆に履けると思います。このコンディションで出回ることもそうないと思うのでおすすめです。お値段が 15,800円と消費税です。続きまして M51 の、パンツ、こちらも、水通ってないデッドストックのコンディションですね。サイズがミディアムレギュラーになっております。まだ印字も、全然読み取れますね。こちら水通ってない状態で、実寸3431ですね。この辺も、かなりデカバキしてかっこいいと思うので、51、だいぶ人気で店頭に入れてもすぐに売れてしまうので、お探しの方このコンディションでぜひゲットしてみてください。お値段が 19,800円と消費税です。
続きまして501のブラックですね。すいません、505ですね。フロントがジッパーフライになっていて後染めのものになっております。でパッチも残っていて3634表記ですね。で色も、まだまだ黒残っております。でレングスもオリジナルで目立つようなダメージは一切ないですね。で実寸がこちら、ウエスト35インチのレングスはそのまま34インチですね。でロールアップして履いていただいても、かっこいいと思うので505のシルエットでぜひブラックデニム履いてみてください。お値段が12,800円と消費税です。続きましてリーバイスの501ですね。501のアメリカ製の個体になっております。3834表記ですね。で、まだまだ毛羽立っている、かなり真っ紺のコンディションになっております。当然レングスもオリジナルでダメージ汚れは一切ないですね。でこちら実寸なんですけども、ウエスト37インチのレングスが35インチですね。ちょっとレングス長めなんですけども、このコンディションなのでこちらも、裾上げちゃってもいいかもしれないです。お値段が15,800円と消費税です。続きまして、501の66前期ですね。501の、パッチ、印字はちょっと読みにくいんですけれども、パッチもまだ残っていて、赤タブ欠損しているんですが、こちらポケット裏がシングルステッチですね。でうっすらヒゲも入ってて、このオイル飛びもあるような雰囲気、だいぶいい感じで仕上がってデニムかと思います。でリングスもオリジナルのチェーンステッチで、当然耳付きですね。で後ろ、お尻の部分ですね、1点縦に切れちゃった部分をリペアしてあります。でこちら実寸いいサイズですね。ウエスト32インチのレングスが30インチです。ゴールデンサイズで、かなり需要多いサイズだと思います。さらっと色落ちてて綺麗ですね。雰囲気系の501です。お値段が29,800円と消費税です。続いても、501のヴィンテージです。501のパッチは、ちょっと割れているんですが、赤タブこちらビッグイですね。当然シングルステッチです。でヒゲもかなり入ってて、この膝に向かうようなエアあたりオリジュアもしっかり出ております。で濃淡もはっきりしてて、レングスもステッチ抜けちゃってる部分もあるんですが、オリジナルステッチですね。でもちろん耳付きです。結構激しい色落ちしてるんですが、リペアは目立つようなリペアそこまでないですね。で蜂の巣もしっかり入ってて、かなりいい色に仕上がってるかなと思います。こちら実寸、いいサイズですね。ウエスト33インチのレングスが29インチです。これもゴールデンサイズかと思います。501ビッグイの、いい色地ですね。お値段が79,800円と消費税です。本日の商品紹介は以上になります。入荷日が終わりましたが、まだまだ店頭にいい商品たくさん残っておりますので、ぜひ、皆さんのご来店お待ちしております。よろしくお願いいたします。